夢に日付を入れても叶わないという、大切なのはこの日付を入れたものに対して具体的な行動計画と現実可能な評価ができないと結果的に叶わないんですよ。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的に今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。最近聞いた話で今実行していることがありまして、お、ホリン君が何か活動し始めた、はい、そうなんですよ、おー、ついに素晴らしい、はい、こう夢をいっぱい出して、自分の夢いっぱい出して、うん、日付を書いたらそれが叶うっていう、なるほど、はい、いう話を聞いてやってみてるんですけど、それってこうそれで叶ったりしますか？ちなみにどんな夢書いた？僕ですか？いっぱい書いたんですけど、そのうちの一つが、うん、3ヶ月後に1億円貯めて家を買うっていう。なるほど、はい、残念ながらですね、その夢叶いません。っていうか本人君、私のボイシーさては聞いてないですね。リュウ先生のボイシー たまに聞いてますよね。このね、まあ、夢に日付を入れても叶わないというその理屈について結構ボイシーで語ったことがある、うん、もうね、聞いてない証拠はというか、この今日の話、なんかマーケティングっていうか、これ何、マインドセットの話、ちょっと、はい、かもしれないです。なるほど、まあ、確かに、まあ、マーケティングやって、マーケティングもそうだけども、事業をやっていく上では自分の考えてることとか夢とかを叶えるっていう手法ね、簡単に言うと夢を叶えるって技術なんですよね。え、技術？技術、もうこれ技術です。この技術を知らなければ、まあ、マーケティングをいくら教えても結果が出ないかもしれないんで、重要かもしれないね。まあ、ということで、まあ、ホイミン君の質問、もしかしたらこのリスナーを見てる、ね、皆さんにも関係があるかもしれませんけど、このよくね、ドリームノートっていう、まあ、夢をさ、はい、いろいろ写真とか貼り付けて、いつ叶えるんだ、日付を書いてさ、はい、で、まあ、それをノートにしてみますとか、あと壁にさ、はい、自分のやりたいこととか貼るっていうのあるじゃん。あ、それやってます。まあ、今やってるんでしょ。はい、まあ、今言ったみたいに、夢を壁に貼るのはビジョンボード。うん、まあ、あと自分でやりたいことをノートにまとめるのは、まあ、ドリームブックとか、まあ、言うんだけども、これ自体は別にいいんじゃないかと思って私も結構推奨してるんですよ、まあ、実際経営者の方々だったら、まあ、自分のやりたい未来像とかをさ、やはりこう出して壁に貼ったりとかするっていう、私もね、まあ、未だにやってるんですね。ちなみにこれめちゃくちゃ使えるツールとしてたびたびこのマーケティング侍では登場してるんですけども、リノというツールがめちゃくちゃ秀逸なんで、パソコンとそしてスマートフォンでいつでも自分のやりたい夢とか叶えたい願望とかをチェックできるツールなんですね。まあ、めちゃくちゃ使える。もともとコルクボードとしてメモ帳アプリとして機能してるんですけど、まあ実際私とかは自分のやりたいことを全部出して、それをですねクラウド上で保存していつでもチェックできるような状態にしてるわけなんですよ。で、まず先ほどのですねホイミン君の日付を入れたらの話の前にすごい大前提があって、これはねこの動画でもボイシーでもたびたび言ってるんですけど、まあ、いわゆる自分でやりたいこととか夢とか叶えたい願望というもの、これを出すこと自体は悪くないんです。そもそもなぜ出したら叶うんですかという話をするとですね、ここには毛様体不確定というものが大きく関係してるんですね、まあ、通称ラス機能というものなんですよ。まあ、簡単に言うと脳幹にある神経細胞ネットワークなんです。簡単に言えばこのラス機能が存在するから、いわゆる壁に貼ったものとか自分でやりたいこととか叶うというふうに原理としてはなってる。じゃあこのラス機能ってそもそも何なんですかっていうと、簡単に言えばですね、自分の必要な情報と不要な情報を分けてくれる機能なんですよ。もうフィルタリングしてくれる機能、はい、まあ、シンプルにこの毛様体不確定、まあ、ラス機能っていうのが脳に入る情報の中から重要だと判断したものを選んでフィルタリングして、逆に言うと不要だと思うものはどんどん排除していくと。このじゃあ不要と必要という情報は何によってフィルタリングされているのかというと、はい、簡単に言えば普段からチェックしているものを必要とし、チェックしていないものは不要っていう認識になるんです。へー、分かりやすいことホイミン君がじゃあ毎日黄色のポルシェを販売する販売員だとしましょう、はい、もう毎日毎日黄色のポルシェを販売していると、ある時街中で、ね、うん、なんとなくこうプラプラしてね買い物でも行ってる時に黄色のポルシェが横を通っていた、うん、意識してなくても、あ、俺が販売してるポルシェだみたいな感じで意識が向いたりするんですよ。まあ、これがいわゆるラスのフィルタリングなんだ、うん、毎日見ているからこれは非常に重要なのに違いがないという判断基準を持っているわけ、うん、言い方を変えると、先ほどホイミン君がいや僕も書いてますよということを言ったんだけど、これ見返していかないと脳の中に重要だという、ね、認識にならないんだよ。そういう仕組みになってるってこと、まあ、仕組みになってる、まあ、そもそも日付を書いたから叶う以前の問題で、それを出したから叶うのではないと、うん、見返していかなければいけない。じゃあ見返す頻度ってどのくらいなんですかって話になるんですけども、まあ、先ほど言ったようにラスというものはですね、何度も何度も触れていけば、近づいていけば、そして見れば見るほど、近くにあればあるほど必要だって認識するんですね、はい、じゃあもう毎日見なさいって話になってくるんですよ。ちなみにホイミ君書いた後何回見た？見てないです。0回、はい、もうこの段階でね、もうすっごい遠回りなことをやってる。
ちなみにこのラス機能ってフィルタリング機能以外に自分の関心を持ってることに対して自然とフォーカスしてくれたりとか、モチベーションの維持にもつながる。モチベーションが足らないとか、まあ行動ができませんっていう人ほどまず書いてそれを何度も何度も見るっていうのは理にかなって話だよね、うん、ただしですね、まあ、今回ホイミングが言ったように夢に日付が来ました、はい、でいろんな成功哲学とかを見ていると確かにゴールを決めた方がいいということはどこの自己啓発書でもこの夢を叶える方法としてゴールを決めた方がいいって話は出てるんですね、はい、一方で今日私がですねホイミングやこの動画を見てる皆さんに言いたいのはただ単純に日付を入れたところで正直それが叶う可能性って非常に少ないっていう話をしたいんですよ、はい、なぜならば日付を入れた、はい、じゃあ本人くん3ヶ月後に1億円得て、はい、そして家買うの？はい、その通りです。はい、具体的なプランを教えてもらっていいですか？具体的なプランですか？まあそれはね、まあ、3ヶ月で1億を得るための具体的なプランと、まあ、プロセスを知りたいわけです。いやもうだって日付書いて貼り付けたら夢叶うって言ったらそんな考えてないですよ。というもう驚きももろきなんですけど、まあというふうに夢に日付を入れてる人っていうのはこのラス機能に頼りすぎてしまっていると。で、大切なのはこの日付を入れたものに対して具体的な行動計画と現実可能な評価ができないと結果的に叶わないんですよ。まあよく言われてるのが、じゃあ日付を設定していって、そこから逆算していって、今やるべきことを求めていきましょう。これよく言われるのね。まあ例えば3ヶ月後に仮に1億円を手に入れるんだったらば、そこから逆算していって、じゃあ2ヶ月後は、1ヶ月後は、そして今何をやるべきかっていうのを、まあ逆算するツールとしては日付があった方が分かりやすいから、入れるべきなんだけど、とはいえこんな話はですね、多分皆さんどこかで聞いたこともあると思うんですよ。しかし実際のところを見てみるとですね、まあこれがやりたい、あれがやりたい、これを叶えたいという人たちの行動パターンを見てみると、この一番最小単位の今すぐやるべき小さな do まで落とし込みができてない人が大半なんですね。じゃあホイミング君3ヶ月後に1億円手に入れたい、じゃあそのために今この瞬間にやらなければいけない一番最初のステップって何なんですかと、うん、でこれが出てないんだったらば、はい、まあ結果的にその夢は叶うわけがないんですよって話になる。まあ現実的に不可能だ。まあこのような話をするとですね、まあ一部の盲信的な人たちっていうのは、いやいや夢っていうものは出して、もう叶わない夢はないんだよっていうことを言うんです。で、私も、まあ正直言えばそう思ってるんですね。まあ叶わない夢はないんじゃないかなと思ってます。ただしそれは具体的な行動計画が伴ってる人が言うべきセリフであって、ただ単純にその夢を出しました、日付入れましたっていうのはただの妄想家だと思ってるんですよ。じゃあですね、このここでいう具体的な行動計画が不足している人たち大半です。やりたいこととか夢を叶えたいって言って出しました経営者だったらば、僕の会社いずれ時価総額1兆円を超える企業を作りたいんだ、1000億円を超えるような売り上げを作りたいんだ、自社ビルを建てたいんだ、まあいろんな夢があると思いますが、それを叶えるための具体的な行動計画、これどうやればできるんですか？最も大切になってくるステップとして、まずステップ1がですね、自己認識を高めるっていうステップがあるんですよ。自分を認識するってことですか？はい、もうこれ基本の木の木ですね。まあ簡単に言えば、計画を立てたり現実的に評価するためには、今の自分の現状であったりとか能力を把握することが必要だろう。それこそ分かりやすいのが、ゲームで勝つためにはどうすればいいんですかって話になる。はい。まあ例えば新しいゲームをやりますと。で、そのゲームで勝つためには、今自分が持っているリソースや能力をする必要があるじゃん。で、例えばゲームで勝つためのアイテムの数とか、はい、戦力差とかさ、うんうん、何もわからないでレベル1で混合しかない人が、じゃあ魔王に勝てますかって話。それは無理でしょ。はい。さすがにそれは客観的に見てホイミングわかりますよね。それは無理だと思います。ほとんどの人たちが残念ながら混合で魔王に挑もうとしてる。なるほど。そして、いや、僕は混合で魔王に勝つと決めたんで、絶対叶えられるんですとか言い出したら、俺はただの妄想家なんですね。ゼロではないけど、かなりの確率で難しいと。で、私はたびたびですね、このマーケティング侍でも言ってるんですけども、まあ夢を叶えたければ基本的に確率思考が必要だと。確率の高いものを選択していけば、いずれ成功に導かれるっていうのが私のやっぱ信条であって、まあこのチャンネルでもたびたび言ってる話なんですよ。で、なってきた時に、先ほどの夢を叶えるであったり、そのゲームで勝つためには、まず自分の持っている現状の強みや弱みやリソース、ここで言うリソースっていうのは、例えば時間とか資金とかスキルとか、どういった人脈があるの、パートナーどんな人がいるのを明確にまず出すところが一番最初のステップになるんです。で、まずこれがわからないっていうんだったらば、他者からのフィードバックを受けるっていうのは一つの方法でしょうね。
まあ、自分自身では分からないことを、俺ってどんな人間、俺ってどんな才能があるみたいなことを聞くのも一つだと思うよ。でこうしてリソースを把握した時に、この一つのゲームだと考える、例えば夢を叶えるゲームだと考えると、このゲームの攻略にどのくらいの時間をかけるのかってことを次考えなきゃいけない。ポイントは、ね、夢を叶えるってのは、言い方変えたら時間っていう概念が必須なんですよ。だけども、世の中の人たちっていうのは、この時間に関しては、思った以上に意識してないんですね。もちろん、成功の定義って様々なんですよ。だけど、一般的には、今持ってるリソースの中にある、一番大切なものは時間です。この時間を、どれだけ意識するかで決まってしまうと。まあ、例で言うと、お金持ちになりたいっていう方がいたとしましょう。金額や定義は置いときますけど、お金持ちになるというものがありました。でこの方がじゃあ50年かけてお金持ちになったとしましょう。それは果たして成功と言えるのかどうかです。ちょっと、まあ、まあまあ何とも言えないよね、はい、で一方で5ヶ月でお金持ちになった場合、これは成功と言えるのかどうか、あ、言っていいんじゃないかなと。まあもちろんね、成功の定義で人それぞれなんだけども、はい、この2つの概念のポイントって何かって言ったら時間なんです、うん、おそらくこの夢を叶えたいとか自分の目標を達成したいっていう人たちは、とにかく素早くすぐに結果を出したいはずなんですよ、うん、でさっきの本人が3ヶ月後に1億円を手に入れると、はい、まあ、そういう話をしてるのもこれ時間の話だよ、うん、これが3ヶ月じゃなくて30年だったらどうですかって話。まあ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 、できそうっちゃできそうだけど、まあなんか夢っていうよりかはまあ微妙っすね。まあでしょうね、はい。なので多くの人たちが夢を叶えると言ってるものの背景の中に一個考えていただきたいことは、この時間をどれだけ圧縮するのか、この圧縮する方法とは一体何なのかまで出して初めて戦略っていうのが生まれるわけなんですよ。日付を入れたら叶うと思ってる方全員に言いたいのは、じゃあその日付まで達成するための時間を圧縮する戦略って今持ってますかと。でこの戦略の中に、まあ、例えばマーケティングであったりとか人を使っていくとかっていうのが出てくるんですね。じゃあ龍先生、その戦略って具体的にどうしたらいいんですか。はいはいはい、まあいろいろあるんですけど、まあ先ほどのまず自己分析をしましたと、まあ、自分たちの持ってるアイテム、まあ、いわゆるリソースを全部出しましたと。そうするとやっぱ2つ目はですね、目標を分解していくところから始まりますね。目標を分解するんですか。結局具体的な計画が作れない場合は、まあ、大体大きな目標をやろうとするんで、これをタスクまで分解するって考え方が重要なんですよ。まあ、スマート目標っていう言葉があって、結構これ有名な話なんですけど、このスマート目標っていうのは、具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限があるって、この5つのステップで決めていくんですね。まあ、例として言うと、まあ、毎月5冊の本を読むとか、週に1回運動するとかっていう、いわゆるその小さな目標からやっていく。ただ、いきなり夢に日付入れて大きな期限を決めるよりも、まず今目の前の、いや、明日までに〇〇をするぐらいまでを、細かく分解していく必要があるんですよね。そこで、まあ私もよくやってるのが、やはりですね、プロジェクト管理ツールは使います。これはもう自分の夢を叶えるとあっても、これがビジネスじゃなかったとしても、はい、基本的には細かく分解するんだったらば、プロジェクト管理ツールを活用するのは原則だと思ってるんですね。まあ今いろんな管理ツールがあるので、まあ皆さんがね、プロジェクト管理ツールとか調べていただいて、自分が使いやすいものを選べばいいと思うんですけど、夢を壁に貼り付けて日付を入れただけの人ってのは、驚くほどこの目標分解とかプロジェクト管理ツールを使わないんですよ。プロジェクトなんです、そもそもの発想をすると。プロジェクトなんだったら、それをしっかりと管理するっていう発想が大切になってくるでしょ。なぜこのような発想が出ないのかって話なんですが、それにはですね、人間には4つのタイプがあるって言われてるんですね。まあ過去にもこの4つのタイプ、詳しく説明した動画あるので、よかったらこちらを見てください。まあ具体的には4タイプだけじゃなくて16タイプとか24タイプとかいろいろ言われてるんですけど、人っていうのはまあとにかくタイプが分かれてると、まあ、今回は4つで話をしたいと思いますが、この4つのタイプはですね、まず1つ目がアクティブタイプ、まあ、非常に行動的、好奇心旺盛、まあ、自由とかそういう言葉大好き、目立ちタイプ、ね、そして2つ目がマネージメントで、管理とかシステムとか計画って言葉が好きな人で、3つ目がサービス、まあ、いわゆる人とのつながりとか人脈っていうのが好きな人で、4つ目はイノベーション。学術的とか、まあ、勉強とかそういうのが好きな人ですね。今4つのタイプを言ったんですけど、まず皆さんがこれ夢を叶えたいとか目標達成したいって言うんだったら、この4タイプを集める必要がある。だから自分が4タイプができるのか、できなければ足らないタイプを他から補っていく必要があるんですね。まあ、これで言うと、ホイミン君って、はい、おそらくですけど、アクティブサービスタイプなんですよ。まあ、勉強あんましないし、はい、で、マネージメントなんか全然しないし、はい、めちゃくちゃ、その代わりめちゃくちゃ行動的。でかつなんか人とねコミュニケーションを図って、まあ、人と仲良くなったりするタイプでしょ、はい、まあ、もう完全にアクティブサービスだと私は思ってるんですね、うん、はい、一方で私の場合は何かというとですね、マネージアクティブかマネージイノベーションなんですよ、まあ、第一原則がマネージメントなんで、うん、管理をしていくというもう完全にこう計画とかそういうプロジェクトを作っていくタイプですね、私の場合は。でですね、実際じゃあ世の中で結果を出している人たちの大半が実のところこのマネージメント能力が高いっていうのはもう統計に出てます。もちろん
アクティブね、すっごいアクションするタイプが絶対成功しないかというと、行動の結果成功したって話もあるよ。で、世の中の大半はちなみに言うとアクティブタイプが多い。あ、そうなんですか。ってことは、まず自己啓発とか、そういう、まあ、すっごいモチベーションが上がる本ってあるじゃん。その成功したその過程とかストーリーで教えてくれてるもの、中身を見てみると大抵がアクティブタイプなんですよ、主人公は。私は何も持ってなかった、何も持ってなかったけども、すごく行動したら、まあ、そこで大金持ちになりましたみたいなストーリー多いでしょ。確かにそうですね。まあ、簡単に言えばこの手の夢が叶いますとか、その成功ストーリーの大半が主人公がそもそもアクティブタイプで、読んでる人たちもアクティブタイプ、そしてその世界が全てだと思ってしまってることがまず間違いだって話だ。重要なのは、何度も言いますが、この4つのタイプ全て必要なんですね。アクティブ、マネージ、サービス、イノベーション。そしてその中で成功する確率が高いのはやっぱマネージメントタイプ×アクティブタイプ。管理ができて、かつ行動的な人。で、プラスコミュニケーションも取れていて、勉強も熱心な人だし、結果的に大成功していると。まあ、夢を叶える確率は高いと。で、自分にその能力がないと言うんだったらば、その自分に必要な能力の人をやっぱチームに入れる必要があるよねって。人を入れるんですね。まあ、人を入れるってのは一つの考え方。まあ、とはいえですけども、今回のこの動画、おそらく見てる人の大半もですね、アクティブタイプだと思ってるんですよ。まあ、すごい行動派。もうマネージメントタイプの人は、もうここまでの話を聞いても何をくだらないことを言ってるんだぐらいの思ってると思うんですけど、当たり前のことを言ってんじゃねえよみたいな。で、私は当たり前のことしか言ってないですから。ただ、アクティブタイプの人ってのは、目標分解とかプロジェクト管理なんて言葉嫌いな人すごく多いですから、まあ、そんなことよりも行動していけば成功するみたいな、まあ、ことをやっぱ言い出すんで、じゃあこの行動派の人たちはじゃあどうすればいいのかと。そもそもプロジェクト管理が苦手ですと、はい。まあ、もちろんチームを入れるのも一つなんですけど、一つね、この行動派の人がプロジェクト管理とかも何もしないで夢を叶える方法があるんです。え、それ知りたいです。これは何かというと、メンター制度とかアドバイザー制度を利用する。メンター制度、アドバイザー制度、まあ、簡単に言えば自分自身を引っ張ってくれるアドバイザーをつけてあげるってことですよ、うん。まあ、メンターって言葉はちょっとね、私は好きじゃないんですけど、まあ、いわゆるアドバイザーであったりとか、もうすでに自分より先にうまくいってる先輩で、うまくいってる成功のロードが分かっていて、うん、その道筋を教えてくれる人たち、これは実際私も常に意識をしていることではあるんですね。まあ、例えば自分が知らない業界とか知らないジャンルとかに入るときに、はい、手探りでやるのはすごく時間効率が悪いと。で、ここでも時間ってワードが出てるように、やっぱ時間ってすごい大切なんで、この時間効率をすっ飛ばして成功させていくには、でやりたいことを叶えてくれやったらと、その道のプロを見つけるのが最も早い。じゃあそういったアドバイザーの人たちにお願いをするにはどういう方法があるかと。これはまあいろんな方法がありますね。まあ、シンプルにお金を払って顧問になってもらうという方法もあるし、でもお金がないんだ僕はっていう人は、まあ、大半はですね、行動派の人になってくると、もういきなりその人の元に行って弟子入りさせてくださいみたいなことをやっぱ言うわけだ。とつるんですね。とつります。まあ、ホイミン君もだってオーストラリアからいきなり来たもんね。はい。親には一切言わないで、はい、まあ、未だにオーストラリアにいると嘘をついて、ある日突然オーストラリアから東京に来て、そして会いに来て、カバン持ちさせてくださいと。まあ、まさにだから行動派のタイプなんです。だから、プロジェクト管理とかがもう苦手ですと、まあ、トゥードゥーも出せませんっていう人で、しかもそれをやりたくない。でも、夢を叶えたいっていう人に関して言うんだったらば、じゃあ、ひたすらアクションしていって、そういった自分のことを教えてくれるようなアドバイザーを味方につけると。まあ、言い方変えたら、その人の元に行って、環境を変えるっていうのは、まあ、すっごい分かりやすい方法だよ。でも本当に私これ未だにやってますけどね、常に何か新しいことチャレンジしようと思ったら、もうゼロから作るっていうのはすごくめんどくさそうの極みなので、必ずその道のプロアドバイザーを見つけて、お任せしましたっていうね、もうお任せしましたマーケティングをめっちゃ仕掛けたりしますけどね。で、ここまでが、まあ、いわゆる土台であって、この土台があった上で、あとやることは原則的にトライアンドエラーの実践ですね。まあ、とにかく小さな実験を繰り返すと私言うんですけど、いきなり夢を叶えるんじゃなくて、まず小さな成功体験を作るために、小規模なプロジェクトとか目標をひたすら検証するんですよ。だから夢を叶えたければ、まあ、はっきり言いますが、はい、検証数で決まります。検証数、もう検証数です。じゃあ1億円作りたいんだったら1億円を作るための方法論をいろいろ試してみて、何回検証したかなんですね。これ本当にシンプルなんですけど、例えばなんか事業とか立ち上げます、その事業がうまくいくうまくいかないって話当然あるじゃないですか、はい、でうまくいかない人たちって見てみると検証するスピードが圧倒的に遅いんですね。例えば私が1ヶ月で100ぐらい検証するんですよ。いろんなテストをしていって、これはこうだ、ああだと。チラシのコピーを変えたり、看板を変えてみたりとか、あるいはウェブ広告を使ったり、いや、そもそも人が悪いんじゃないと人を入れ替えたりとか、できる限りのことをいろいろ検証するんですね。で、多数の検証するのに対して、うまくいかない人っていうのは、じゃあ3ヶ月半年経っても、検証した数って、もうせいぜい数個ぐらい。本当にもう大した数の検証結果をやってない。じゃあ何やったんですかと。
いやこの半年間でね、商品の価格を上げることを決めたんですみたいな。え、半年経って決まってテストしたのがその1個だけですかみたいな。検証するスピードが遅いから、当然だから成果が出る速度が遅くなるじゃん。だからもうここでもまた時間の話に戻るんだけど、非常に時間を無駄にしてしまってるわけ。でも龍先生、その検証する内容とか僕出すのめっちゃ苦手で。まあでしょうね。出ないんですけど、どうしたらいいんですか？パターンとしては2つあるんですね。そもそもそういった検証する方法がわからないんだったら知識を入れるっていう、まあ、シンプルな方法ね。まあこれはまあ皆さんわかると思いますね。そもそもその業界のことがわかんないとか、まあ、やろうとしてる夢を叶え方がわかんないんだったら知識が必要だから、自分がやろうとしてる道に対してその専門的な知識をインプットするっていうのはもう前提なんです。前提なのにちょっと今回割愛しますけど、プロ野球選手になりたかったらば、プロ野球選手になれた人たちのトレーニング方法であったりとか、どんなマインドセットだったのか、どういう計画を立てたのか、私はもう全部知りたいと思うんです。まず先にうまくいった人たちのやり方を全部リサーチします。マーケティングと夢を叶える方法ってのはすごく似合いイコールのところがあって、一番最初は結果リサーチなんですよ。だから日付書いたところでリサーチをしてなかったらそれ叶うわけがないんですよ。私からするとそれはまあ妄想なので、妄想を叶えたいんだったらば、妄想をちゃんとした形でしっかり結果を出したいんだったらば、やはりその道の成功してる人、あるいはまだその自分がやろうとしてることで誰も達成してないものをやるんだったらば、近い人でもいいですね。それに近いような何か大成功されたような先輩とかにインタビューでも何でもして、まあ、その人のやってる手法をまず一回全部リサーチします。知識がある状態でそれをちゃんと形に落とし込んでくるんですけど、この形に落とし込むときに大切なのが二つ目、ツールなんですよ。もうこれはもうツールです。形に残すためのツール、具体的な do を形にしていくためのツールが必要なんです。この人のツールはまあいろいろあるんですけど、まあ、例えば有名なやつで言うとマインドマップ。まあ、マインドマップなんかは自分のアイデアとか思考の整理であったり、新しい視点の発見に使えるから私もよく使ってます。まあ、有名なところだと、まあ、国内だとおそらくですね、マインドマイスターっていうツールか、X マインドっていうツールが有名ですね。使ったことがない方はぜひね、マインドマップ、こっちから覚えていただくといいと思います。私もしょっちゅう使ってます。私はちなみに、マインドマイスター派かな。一応 X マインドもインストールしてますけど、まあ、取引先とか X マインド多いんで、まあ、私はまあ昔からまあマインドマイスターの方を使ってます。まあ、これは好みの問題かな。次に出てくるツールがですね、マンダラチャート。これすごい有名なチャート。まあ、マンダラチャートで調べるとすぐ出てくる。まあ、有名なので言うと、大谷翔平さんがマンダラチャートをやって、自分のね、将来このメジャーリーガーで活躍するんだっていうところまでのプロセスを作り上げると。まあ、マンダラチャートで調べるとすぐに出てくるんですけど、個人的におすすめなのはですね、このマンダラチャート、ノートとかでも簡単に、今マンダラチャートのノートは売ってるんですね。だけど、私はまあ個人的にはアプリを使いますね。アプリがあるんですか？アプリは普通にアプリで調べれば多分皆さんすぐ出るので、非常に使いやすいし、私は思考の整理として使いますね。で、マンダラチャートに関してはまあ調べていただければ、結構 YouTube でも、あと Google とかでもね、なんだったらもう AI に聞いていただいてももう使い方出るんじゃないかっていうのは有名なものなので、使ったことない方は検討してもいいのかなと思いますね。要は中心的に自分の叶えたいものがあって、それをまあ9つのマスにまず分解していく思考なんです。具体的なステップに落とし込みやすいっていうのがこのマンダラチャートの特徴なんです。まあ、最後に、これは夢を叶えるというか、まあ、企業が目標を達成させるためとかによく使われているツール、まあ、これが OKR ツール。OKR ツール、まあ、OKR ツールってのは目標と成果の2つの設定を管理するためのツールなのよ。これ OKR で調べればめちゃくちゃ出てくるので、この動画を見ている方がもう経営者で自分たちのこの事業自体を拡大していきたいと、でこの目標とかの管理をして成果っていうのを自分だけじゃなくてチームと管理したいとか考えるんだったらば、まあ、OKR ツールは使いやすいですね。まあ個人でも使えますよ、この OKR ツールで。で、いろいろあるから、まあ、調べてもらえれば結構いいんじゃないかなと思うんですね。何度も言いますけど、やっぱこの目標設定ができない、目標を細分化できないっていうことが大きな問題なので、まあ一つの手としてはガントチャートを使うのも方法ですけど、まあ、ガントチャートってこの横棒でさ、はい、いついつにこう、何やりますかっていうのが書かれたシート。これまた、まあ、ツールとしてはめちゃくちゃいろいろあるんだけど、例えば、まあ、ジョートっていうツール。まあ、これ非常に使いやすい。まあ、似たようなツールいっぱいあるから、ジョートが一番いいと言ってるわけじゃないんだけど、まあ、すごい簡単。まあ、でも似たツールめっちゃあるね、今。いろいろ落とし込み方とか分かったんですけど、なんかそもそも行動できない人っているじゃないですか。うん、ああ、もうそもそも行動できませんみたいな。はい。そういう人たちってどうしたらいいですか？まあこれはもうシンプルな話をすると、スケジューリングの問題でしょうね。スケジューリング、まあ行動できない人っていろいろ理由があるんで、もう恐れがあったりとか、なんかこう怖さというか大丈夫かなっていうものがあるんで、一つはやっぱ強制力。例えばそのアドバイザー探しに行くにしても、じゃあどこで見つけるの、まあ、リサーチします。じゃあ例えばこれは交流会ですと、じゃあ交流会に行ったらいいじゃんと、でも交流会に行くのはちょっと怖いなとか考えてる方々には、同時にね、行動できない人って恐れとワンセットがあるのがめんどくさいの。あー、
ちなみにめちゃくちゃ多い。実際ゼロ一の人だけではなく、ある程度事業を伸ばしてる人でも途中で止まってしまう社長なんかに多いのが、めんどくさいという欲求が強くなってしまった、てかめんどくさいが勝ってしまってると。人ってさ、ロボットじゃないんで、このめんどくさいが勝ってしまうと行動ができなくなって止まってしまったりするので、じゃあどうするんですかって話になるんですけども、私はもうこれは結論、スケジューリングを徹底するってのしかないと思うんですね。でスケジューリングのコツっていうのはもう何かというと、最初からそれをやるという決めたら、その時にそれ以外の予定を入れないがコツなんですよ。例えば交流会に行くと決めたら、それ以外の予定を入れないとか、はい、それ以外の予定を入れないっていうのも一つの手ですし、もう何をやっていいか分かりませんみたいな人が、もしこの動画を見てる中にいるんだったら、そもそも夢なんてないですとか、やりたいこと分かりませんって方がいるんだったらば、まあ、そういう人に対しても使えるんですけど、やったことがない体験を全部スケジューリングするっていうのめちゃくちゃある。そうなんですね。結局何がやりたいか分かりませんとか、手法が分かりませんっていうのはインプット不足のことが多い。ここで言うインプットってのは、まあ、机の上で勉強するとかではなくて、いわゆるアクティビティ、体験型の勉強なんですよ。だから私なんかは先に自分がまだ経験したことがない、体験したことがないことを先にもスケジュール入れちゃいます。まあ行ったことがない舞台を見に行くとか、行ったことがないような交流会に行くとか、それこそ旅行なんかもそうですし、まあ何でもいいんですけども、体験したことがないこととか、もっと細かくするんだったらジャンル別に分けるね。ビジネスの体験したことがないこととか、プライベートの遊びで体験したことがないこととか、でそれを先にスケジュールに入れてブロッキングしてしまう。だから私なんかはもう本当に旅行とかでも行ったことがない国とかをわざわざ選択したりとかしますよね。楽しいかどうかとかで分かんないんですよ、行ったことないから。しかもなんか毎回私の場合は基地方位で選んだりしてるから、もう行きたいかって言われると、いやよく分かりませんみたいな、なんかとりあえず行ってみようみたいな、ここだけなぜか急にスピリチュアルなんですけど、まあ基地方位がそうなってるから行きます。で行く前とか意外とね、あんまり行きたくない国とかだったら億劫になったりするから、でもそれでももう予定に入っちゃってるから、なんか渋々行くと、渋々行くとやっぱ学べるものとか、後で良かったっていう経験が多いんで、最初からまあブロッキングをするっていう活動をやってます。まあ今のも一つの強制力なんで、メンターとかアドバイザーをつけるとか、まあこのスケジューリングをするとか、その根底にあるのは強制的に動くための環境設定っていう、このシステムの部分なんですよ。まあ最終的には夢を叶えたいっていうのが。はい、というわけで今回はですね、夢に日付を入れても叶いませんっていう、その原則原理の部分の話をさせていただきました。最終的にはやはり仕組みが重要ですね。自分が強制的に動くための仕組みであったりとか、細分化とかっていう、まあ当たり前のことを言ってるんですけども、まあやはり世の中はですね、なんとなくこのふわっとした言葉が多かったり、あと自分のこのタイプね、4つのタイプがあるって言ったんですけど、それがどこのタイプに当てはまるのかっていうのが分からないっていう人もいるんじゃないかなというふうに思います。で、自分のタイプが分からない人向け、まあさっき言った4つのタイプがね、アクティブ、マネージ、サービス、イノベーションの4つのタイプがあるって言ったんですけど、どこのタイプに当てはまるか分からないっていう方のためにですね、自分のタイプ診断がすぐにできるツールをですね、用意させていただきました。そちらですね、このマーケティングタブの概要欄を見ていただければ、公式 LINE がありますので、公式 LINE 登録していただけると、このような形で補足資料ってのが出てきますんで、すぐにダウンロードできるようになっております。自分のそのタイプごとにどういったことをやっていくのかって、このアクションプランプラス、タイプごとに自分がどういうステップで夢を叶えたらいいのか、タイプ別の夢の叶え方っていうのがあるんで、この自分のタイプを知るってのは結局、まあ今日一番最初に言った、まず自分のことを理解するにもつながるんで、相当自分のやりたい目標とか夢を叶える確率が高くなるんじゃないかなと思います。もう私から言うと、この夢を叶えるのはもうマーケティングと一緒です。もう変わらない。結果、夢を叶えるのもマーケティングだ。もうすべて戦略を練るということが大切だという話をね、今日はさせていただきました。ということで、まだこのテンプレートを受け取ってない方は、概要欄からマーケティング侍公式 LINE 登録してみてください。まあ、ちなみに公式 LINE 登録すると、これ以外にも100ページにわたるマーケティング大百科、ね、初心者から上級者までわかるマーケティング本と、100種類を超えるマーケティングのテンプレートもお渡ししておりますので、まだ登録してない方はぜひチェックしてください。というわけで、今回はですね、夢に日付を入れても叶わない、その原則原理について話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、リュウ先生、今日もありがとうございました。おーい、いやー、なんかちょっと残念ですよ。僕がやり始めたことがそんなに意味が、いや、やったことはいいんじゃない、具現化した方がいいんだよ、結果的に言うと。ホイミン君、なんかいろいろこう夢を出し、夢やりたいこといっぱいあるんでしょ。はい、その中で優先順位決めしてる？優先順位、あ、そこもあんまりしてないかもです。これも結構ポイントで、まあ、やりたいことがいっぱいあるけども、今すぐやり方が分かるのと、うん、全く見えないものとかも分かるでしょ。それによって
にまた叶える手順とか時間が変わってくるんで、まずやっぱり自分の中でも絶対達成したいっていうこの優先順位付けっていうのをまずした方がいいでしょうね。であとは戦略立てて細かいステップに落とし込んでくるって話をするんだけども、アクティブタイプとか、まあ、とにかくこう夢を貼り付けまくって成功するんだっていう盲信的になってる人たちって日常の習慣に落とし込めてる人めちゃくちゃ多い。私なんかはどんなものを達成するにも原則的に自分の習慣に落とし込むんですよ。日々の健康的になるっていう夢があるんだったら結局日々の運動とか食事管理が習慣化しなければいけないじゃないですか。だからこの夢を叶える過程の中で習慣化っていうのは一つのポイントになってくる。で、習慣化のコツはですね、まあ、とにかく簡単なものからやるです。今日本編では言わなかったんですけども、その行動基準っていうのは、もうシンプルに言うと、めっちゃ簡単なものから始めた方が絶対、なかなかこう、人ってモチベーション続いていかないし、私モチベーションが続くっていうのはあんま信じてないんで、それよりも簡単なステップで今すぐできるところからっていうのを繰り返しやる方が、結果大きなことが達成できると思ってるんですね。とにかく簡単に簡単に簡単にがもう全てコツ。簡単に今すぐできること、だからめんどくさいっていうことを思いつかないぐらい簡単なものから始めて、それをですね、できればそこでうまくいったこととかうまくいかなかったことをちゃんと記録に残してると成果は出やすいですね。この記録に残すってさ、やることってめっちゃ簡単なんだけど、今日やってうまくいったこと、学んだこととかさ、まあ私はこれ毎日日記でつけてますけども、言ってることシンプルなんだけどやってる人いないっていう話なの。マジでいないのよ。毎日日記つけてる人なんてほとんどいないでしょ。そうですね。Facebook とかさ、X とか、はい、インスタでマウント投稿の写真とか載せる人はいるけども、自分のために誰に見せるでもない日記をつけてる人ってほとんどいないんだよね。私からすると考え方一つそれぞれだと思いますけども、やっぱりこう、うまくいく人っていうのは自分だけが見るための日記を持ってる気がしますね。まあ自分だけの日記を持ってる人の方が確率が高い気がしますね。まあもちろん他の人に SNS で見ずにそれがモチベーションにつながる人もいるから、まあいいと思うんだけど、まあ私はもう SNS は SNS。で、自分がやりたいことと叶えるものは自分だけの日記を書いて、それで日々成功パターンとかを見つけ出して改善してるから成功確率が高いのかなと思いますね。そしたら僕はあの夢について全然分解できてなかったんで、3ヶ月後1億円手に入れるために今日から毎日パチンコ行ってガンガン稼いできます。その名も